キューレ2期後編4話やっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドなチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。さあ、ブラジルは大騒ぎでございます。サッカーの試合かなんかをやっているようで、これこれこれ、聞こえる？花火がどんどこどんどこどんどこ上がってるわけでございますよ。サッカー全然わからん俺からすると、どうしたもんかみたいなね。サッカー国ブラジル、ブラジル出身なのに、ブラジルにいるのにサッカーがわからん。サッカーで盛り上がってる今、俺は週末のワルキューレで盛り上がっていく。さあ、やっていきましょう。4話いきましょう。レッツゴー。なんだ誰でも、なんだ誰でもよかった。誰、めっちゃ誰、こんにちは。誰、たまたまおあつらい向きなのが目の前にあったから。ホワッツマイケル、バラ、あの美しい土にどんな花が咲くのか。花が咲いて、花火が咲いてるよ。どんどこどんどこで、誰や。見てみたかった。そう、誰でもよかったんだ。何がよかったんだい。そしておめえは誰だ。名を名乗れ。おえ、ここにいたりよね。そうだよね、なんか変身したもんな。いや、マジで誰、すごく誰、すげえ、金色の玉、略して、略すとまずいな。おー、ヤバタリアン、みんなびっくりしてるよ。いや、絶対やべえやん。あ、あれはやばいやん。あれは一体誰なんか。誰、誰、崩れ落ちたらと。なぜだ。お姉様、崩れ落ちてからの誰。わ、あ、わかりません。お姉様は知らない。草、まあそうだよね。何これ、何副人になるのこれ、何やこれ、怖いやん。ゼロ副ちゃんはおらぬ。おらぬ、この世のどこにも。何、おらぬ。じゃあお前は。我が名はハジュン。ハジュン、そうか。で、何がしたいの。我もわからぬ。ほう。だが、じゃあ帰れよ。この力、今より使ってみたいと思う。なに、なになになに、すごく厄介なのが出てきた。冥界の伝説。冥界、冥界、なぜ。何なのあれ、おじさま。冥界というとハデスっていうワードがセントセイヤの影響で来るんだけど。あそこは変わりたい。変わりたい。神だというのか。神じゃねえだろ。悪魔だろ。無茶言うなよ。悪魔だろ。わかりません。いや、わかるやろ。悪魔だよ。知らないの。こいつ一受験な、本当に。神などではない。ほーら見ろ。ほーら見ろ。わかる人間。いや、神が来た。なぜあなたがここに。あなたがここに。あなたは。いつまで座っている。君の名は。そこは世の席だ。世の席だ。誰、はい、何この池田兄ちゃん。何何何何何、服の柄もええな、蛇柄みたいな。いや、誰、ハーデス、やっぱりハーデス、ハーデス、お久しぶりです、ハーデス。じゃああれ誰、じゃああれ誰、わざわざ天空に足をお運びとは。じゃああれ誰、しいです、ね、結局誰。弟が負けたと聞いてな。弟が負けた、信じられんが、どうやら事実のようだな。ハデスの弟って、そうか、あのポセイドンが。ポセイドンが、こっちじゃ特に終わっとるんじゃ。ハデスの弟、神でないと言うなら、なんだか知っとるのか。悪魔やるんだから。見たままやんけ。相変わらずだな、ゼウスよ。少しは落ち着け。すごい貫禄。あれは古より冥界ヘルヘイムに伝わりし、うん、伝説の狂戦士。狂戦士、ヘルヘイムだとは。やっぱ地獄だよな、ヘルヘイム。知らんけど、あらゆる神話において世界は三層構造である。ほう、神々と魂魄がある。じいちゃん、天界バルハラ。バルハラ、人間や生物が暮らす地上界。水ガルツ、うん、あ、じゃあやっぱ地獄的な感じやの。そしてもう一つ、地獄、魔界、魔界、目の国などと呼ばれ、目の国、この世ならざる者が悪とする世界、はいはい、それが冥界ヘルヘイムである。ヘルヘイム、はいはいはい、ヘルヘイムにはじゃあ悪魔じゃん。こんな伝説がある。白き光と黒き影混ざりしとき、冥府の角目覚め、おとこしえの闇生まれ、おう、ごうして第六天魔王ハジュ。ハジュ、はあ、天魔王、天魔王ハジュ、はあ、つまりゼロ服の光が、ハデス様が闇と混ざって、怒りの闇とね。あれを見るのは
このヘルヘイムの王たる世も初めてだ。ハデス様も初めて。やばいね。なぜ天界の神風情が伝説の覇順に至ったのか、世が聞きたいものだ。天界の神風情。でもまあ彼も相当やばいよね。ゼウスバリの強さやんな。すまない、不慣れなものでな。いや怖い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 。トクロ 100% を感じる。いや、それを超える怖さ。一瞬で終わらせてしまうやもしれぬ。あーやばい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 。何この嫌な動き。何これ、重いような、だけども速い。驚いたぞ驚いたぞ。そんな無表情で言われても説得力ないね。よく止めたな。おお、やはり見れないか。すごい。いやー、 でも釈迦様なら大丈夫っすよね。って思いたいよな。攻撃が先に見えてるんすもんね。いやいやいや、見えてないんだよ。いいえ、おそらく見えています。ああ、あの波順からは光を感じない。うわ、完全な闇です。どういうことっすか。もうやだよ。釈迦様の未来史小学荒屋敷は、正しく言えば魂の揺らぎを見ている。おー、人が何か行動をしようとするとき、喉が渇いたっす。はいはい、体より先にまず魂が動く。へー、はいはい、イメージしてね。その魂の輝きを万物に宿る光の動きを見ることで先を知るのです。光がねえのか。つまり一筋の光なき波順の魂を見ることはできない。えぐえぐ。そんな、じゃ未来史は使えないってことっすか。まあでも他の奴ら誰も使ってねえからな。うわっ、傷ついた。ある意味チート技が防がれた状態なので、ここからどう戦うのかっつうのが力の見せ所。おおお、ナイス前蹴り。まあ聞いてはねえがな、さすがの方さん。いい声だな、いちいち。素晴らしい。では我も最大でやらせてもらおう。なんでだよ、今の蹴りにムカついたのか。さらっと、うわ、やっぱりトグロ感あるな、怖さ的に。いやー、トグロ以上に怖え。天柱出た。赤い天柱。うわうわうわ、こっちも回転に回転。いや、盾。うわ、これぞ矛と盾。矛と盾の衝撃が今、うわ、会場を包む。そして勝ったのは、おや、止めたが、いや、おやおや、盾を貫通。おや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 、うわ、矛盾勝負。盾破れたり、うわ、目が目が、こんな顔すんの悪魔やん、悪魔やん。いや、術が、ハジンの凄まじい一撃が。この顔でもなんかしてほしくなかったな。あのなんか怖い無表情がちょっとまだ良かったわ。こういう顔しちゃうとなんかやっぱ悪魔なんだな、っていうか悪魔なんだけど、わかる。巨大な不幸をも防いだあの盾を、いや、やすやすと貫いただと。まずいね。素晴らしい。片目を潰されて未来も見れない。貫くはずだったが、寸でのところでかわしたか。うわ、怖っ。だがどこまでいけるかな。ずっとこいつ基本武器を変更してんな、こういう風に。どでかいのかな、今小さくなったけど、その分スピードも勝ってんだよな。おの手のモーガンやないかい。おー、あ、いや、やばい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 。左が完全に終わったっぽいね。左が攻められっぱなし。追い込まれてな。ダッサ。うわ、これきついな。お、入った。まあ、とはいえどもかすり傷、こっちは結構な傷を負わされる。天柱、クレイジーモード。体の向きを変えて視覚をカバーしましたか。俺もそう思った。マスコットキャラになっとるから。いや、アホかよ。長いわ、疲れるわ。
ち。さすがにちょっとあのダサく見えてきたな。徐々に社会が削られていく。最初のあの無表情の怖さがトグロを思わせたんだけど。あの強さ、やつは一体何なのだ。パリピ孔明ならぬパリピトグロや。できるはずもない。こいつかっこいいな。ハレス。の強さは凡脈の神など足元にさえ及ばぬ。何しろやつはかつて冥界ヘルヘイムを反壊させたという正真正銘の怪物だ。怖。ヘルヘイムを反壊。怖。反壊で済んだと言うべきか。強靭だな完全。伝説によれば、ハジュンは破壊の限りを尽くした末、ある日突然消滅。ほう。幾星そう立っても二度と復活することはなかったという。世が冥界を治めることとなるよりもずっと大昔のおとぎ話のような存在だと思っていたよ。いたら話は変わってたかもな。ハジュンがなぜ今ここに。それやん。考えられる理由はただ一つ。何者かが消滅したハジュンのわずかな残影を入手。おー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 。何らかの方法で培養、おお、種子のようなものを作り、そしてそのハジュンの種を。ああ、うわ最悪。ゼロ服に。うわえぐー。あこれで。うわ、誰がそんなことを。じゃあハジュンをぶつぶしたやつってことだよね。そんな力を持ち、こんな急に消えたって。無駄な遊びをする者好きはあやつしかおるまい。誰、ハデス以上の。ああ、なるほど。誰誰誰誰誰誰、冒頭のね、誰誰、めっちゃ誰。ベルゼブブ。ベルゼブブ。土がいいとこうなるのか。ほう、ベルゼブブってそういう悪魔系なの。おお、おお、足足足だよ。それしか言えねえのかよ。まあ強靭だな。最初喋っとったのが奇跡なぐらいだ。これが本来のもうあの暴走モードなんだろうな。冥界をしっちゃがめっちゃかにした無力男。お釈迦様の攻め手がない。やばいね。誰かわからんがいいぞ。ざまみろ釈迦の口だけやろう。その後客席やられるぞこれ。止まると思えねえけど、このハジュンが。もはやこれまで、おとなしく我が天柱を受けよ。まあ普通に喋りだした。天柱、天柱か。本当はそこにいるんじゃないの。返事してくれよゼロ服ちゃん。ほう、ゼロ服。そっか、言うて乗っ取られてるだけだもんな。三粒子のガキのことか。三粒子ですか。ひどいな、三粒。とっくに苦労たわ。おう、本当か。心配いらぬ。あやつは立派に我の養分となった。チリアクタに等しい三流神にとっては極上の待遇。ひど。涙を流し喜んで。ひど。おう、分かり合えた釈迦。許せねえな。そっか、今決めた。てめえは俺が。ぶっ殺す。おお、ぶっ殺す。釈迦の誕生により変化する。肉道かっこよ。この道。おお、ガキ道。ガキ道だが、この時釈迦が心に抱きしは、かつて毒として捨てたはずの感情、憎悪。やば、確かにずっとなかったな。やばか、かっこいい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 。それによって陸道魂は釈迦さえ見知らぬ形状へと変化した。マジで釈迦さえも分からぬ形状。いわく、うわこれやばい。サラーカーヤス。いや絶対やばい、絶対やばい。戦いの釜、これはやばい。何あれ、やっばなんだ、これはやばい。形は仏様には似つかわしくない武器ですね。ですね、はい。いいね、いいね。一撃必殺というわけか。ヘラクレス持ってそうやなこれ。うわかっこよっ、めっちゃかっこいいね。横から見ると思考の存在に抗おうともがく、貴様らのようなゴミに問答無用に天柱を下す。いやこれわからなくなったぞ。それがたまらなく心地よい。やったれ釈迦、やったれ。いった、動いた。行け。おお、おお、ゴミ釣りね。行く。
ルゴーメツリンネ呪いな。おお止めた。おお全体重乗せて思い切り振り切りに行く。うわー振り切った。体勢を大きく崩したハジュン。うわーもういっちゃう。立て直しが早い。おおマスがこれで、うわブーストブーストやばいな。刺さった。いったか。どっちに。こういう演出やだよ。おおおお腕にいった。だがこっちの歯は嫌だなこれ。ですよねですよね。痛み分けとかやめてくれよ本当に。あー嫌なところ嫌なところ入ってる。あっちは高が腕、こっちは腹部。何か言い残すことはあるか。おおあじゃあもう一回言わせてもらうよ。ぶっ殺すか。神が救わぬなら、おお俺が救う。邪魔する神は俺がやる。いやかっこよすぎやって。これめちゃくちゃかっこいいな。もう何があっても釈迦推し。本当にもう僕はね釈迦大好きでございます。もう最高とか言ってると、もう次回最終話ですよ。早えな本当に。5話ずつしかコントかもきついて。シードとかでさ100話とか見てるから俺の中でもそれが普通になっちゃったのよ。5話って何。もう本当にシャッと終わっちゃうよ。辛いよ。はい、ということで今回この辺で締めていきたいと思います。さようなります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!